あ、皆さんこんにちは、聞こえますでしょうか。はい、本日はおうちでラボツアーにお集まりいただきありがとうございます。今日はですね、お台場にある日本科学未来館というところからお届けをしております。で、未来館にはですね、展示場の横に研究エリアという研究者たちがこんな感じで研究をしている場所があります。はい、その中でも今日は高エネルギー二次電池プロジェクトというねプロジェクトにお邪魔をしております。というわけで早速ですが、こちらの研究室で代表をしております佐藤正治先生です。皆さんこんにちは。今日は、未来の電池を作る人ということで、進めさせていただきます。はい、ありがとうございます。今日はですね、佐藤先生と一緒に研究室を巡りながら未来の電池についてこう考えていきたいなと思っております。で、ここでですね、最初に、皆さんにもね、今日ぜひご参加いただきたいというふうに考えております。で、今回ですね、Zoom ウェビナーという、ね、デバイスを使わせていただいております。で、こちらの Zoom ウェビナーですね、皆様の音声やお顔はこちらからは見えませんので、ぜひリラックスしてお楽しみください。またですね、いくつか機能がございまして、ぜひこちらもご参加いただきたいなと思っております。はい、まずですね、チャット欄、こういった吹き出しがあるところをクリックしていただくと、皆さんのコメントなどを書き込むことができるようになっております。ぜひね、こちらでコメントいただいて盛り上げていきたいなと思います。で、その際にですね、送信先という選ぶ場所があると思うんですけど、すべてのパネリストおよび参加者、全員という形になっていると、ここの参加者全員に、お名前も見えた状態で表示されます。もしね、匿名ご希望の方でこちらにご意見届けたいなという方は、すべてのパネリスト、またはホストとパネリストという送信先をご選択いただくと、我々運営側の方のみに見えるようになっております。もしトラブルが生じた場合も、こちらのすべてのパネリストという方を選んでご送信いただけると、ご対応できる部分はしていきたいなと思います。もう一つですね、今回何か質問をしたいなという場合は、チャット欄ではなく Q&A というところに書き込んでいただきたいなと思っております。こちらですね、匿名でもご記入いただけますので、ぜひお気軽に質問書き込んでみてください。またですね、相手の、他の参加者の質問にいいねをつけることもできますので、自分は書き込んでないけどこれ聞いてみたいなって思った、いいねって思った質問にはぜひいいねボタンを押してみてください。最後にですね、途中で投票を行う場面がございますので、ぜひ投票画面表示されたらご参加いただければと思います。はい、ということで早速ですね、ラボツアーの方を進めていきたいと思います。今日は電池についてこう迫っていくんですけれども、まずはですね、皆さん電池ってどんなふうに思っているのかなっていうところで、ちょっとね、チャット欄の練習も兼ねてですね、今皆さんお家かお外にいらっしゃると思うんですけど、ちょっとね、身の回りをこう見渡していただいて、例えばお家の中にどんな電池があるのかなっていうのをね、ぜひチャット欄に書き込んでいただきたいと思います。どこで、どんな場所でですかね。例えば、ゲーム機とかね、あるかなと思うんですけど。はい。で、もし分かれば、どんな電池、例えば形とか種類とか分かれば、どこでどんな電池見つけたよっていうのをね、チャット欄に書き込んでいただけたら嬉しいなと思います。皆さんが知ってる電池、どんなところがあるでしょうかね。私は例えば、エアコンのリモコンとかに乾電池入ってますよね。はい。あと、ゲーム機とかにも入って、あんまり言い過ぎちゃうと皆さん書き込みもなくなっちゃうかもしれないんですけど、ぜひチャットの方にお気軽に書き込んでみてください。あ、時計単四電池っていうね、コメントあります。皆さんすごいたくさん書き込んでいただいていて。単なんとか電池ってあるんですけど、この単なんとか電池っていうのはなんか比較みたいな、単三電池、単三電池、単二電池、はい、っていうものがあるそうですね。
あ、すごいたくさんコメントありがとうございます。ドローンのバッテリー、リモコン、ちょっと後でね出てくるかもしれない。あとマウスにも電池が入っていたり、イヤホンにも電池あるんですかね、はい、あとプラレールなんかもね、ありました。はい、あとは、あ、皆さん、まあ、スマホとかね毎回使いますよね。あと具体名でリチウムイオンバッテリーとかリチウム電池とかも、はい、いただいております。あと電子辞書とかですね。はい、ありがとうございます。こんな感じで、ね、身の回りたくさん電池ありましたね、探してみると。はい、ぜひぜひ皆さんこんな感じで書き込んでいただければなと思います。タイマーに単イオン型アルカリ乾電池、ニッケル水素電池、結構詳しいね種類もね知っていらっしゃる方もいるようです。はい、皆さんありがとうございます。はい、ということで、まあ、私たちの身近に、ね、電池ちょっと感じてもらえたかなと思うんですけれども、ここからはですね、ちょっともうちょっと詳しく電池に迫っていきたいなと思いますので、佐藤先生に電池の仕組みについて簡単にご紹介をいただきたいと思います。あ、そしてですね、すいません、ご紹介遅れましたが、今回ファシリテーターを務めます科学コミュニケーターの竹越といいます。すいません、よろしくお願いします。そしてスライド共有、チャットの共有などをしてくださっているのが科学コミュニケーターの太田さんにお願いしております。はい、では太田さん、スライド共有の方をお願いいたします。はい、では佐藤先生お願いします。それでは、佐藤です。電気を貯めるさまざまな方法っていうことで、まずスライド出てきましたけど、電気貯める方法にはですね、いろんな方法があります。一番大きいのが、もっと大きいのあるかも分かりませんけど、揚水発電、これダムですね。それから一番小さいのが、まあ、コンデンサっていうのがあります。でもこの揚水発電って、例えばこれを使ってスマホを使おうと思って持ち運びしようと思ってもとてもできないですよね、ちょっとダム持ち歩くのちょっと大変ですよね。それからコンデンサーは貯められる電気の量がちょっと少なすぎて、まあ、スマホとか動かすことができない。今一番使われている私たちの生活に非常になくてはならないものっていうのはこの電池です。これは電子の流れを利用して、まあ、直接化学反応を起こして電気を貯めるというものです。次お願いします。で、この電気を貯める、実際には電気っていうのは発生させるともうすぐに消えてなくなってしまうものです。なので一回貯めておくと好きな時に使うことができる。太陽光発電で、貯めた電気を夜使うとか、風の強い日に貯めた風力発電の電気を、風のない時に使う、こんなことができるようになります。で、電気を貯められると本当に私たちの社会が、効率的に無駄なくできると、そういうふうなことが分かります。それでは、この二次電池の仕組みについてちょっと説明したいと思います。ちなみになんですけど、この貯めたりできるっていうものが二次電池ってあえて呼んでいるのは、先ほどその単三単四電池って出てきたと思うんですけど、まあ、乾電池というよりは乾電池も一次電池っていう方が多いかなと思うんですけど、この貯めたりこう使ったりできるっていうのがここでいう二次電池っていう理解で大丈夫ですか。最初に作った電池が使い切りの電池なので一次電池、次にできてきた充電と放電できる電池が2番目の電池っていう意味で二次電池って言います。あ、一次二次っていうのは、はい、作られた順番みたいな感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。仕組みですかね。はい、はい。で、二次電池の仕組み、すごく簡単に説明すると、これは化学反応、正極と負極の化学反応を使って電気を貯める、ちょっと反応っていうとすごく難しそうに見えるかも分かりませんけれども、ここではざっくりと説明します。次お願いします。
さっきと同じ図が下にありますけれども、これ、それぞれの電極で、化学物質 A と B が、電気を受け取ったり、放出したりして別のものに変わる反応をしているということを言っています。ここで今まで、いろんな研究者がですね、この A と B をいろいろと考えて、で選んできたのが今の電池になっています。何回繰り返してもこう壊れない物質とか、そういうものを一生懸命開発しています。 A がこう電子を出したりもらったりするのと、はい、B も同じように電子を出したりもらったりして、 それぞれこう両方いいものを見つけないと行ったり来たりするっていう、そんなものが電池です。はい。で、次なんですけれども、どれぐらいの電気を貯められるかというと、例えば今までのこれ活物質って書いてありますけれども、これ電気を貯める物質を、活物質って言います。この活物質、今までの活物質は電子が1個ずつやり取りする活物質が使われてきました。で、ちょっと動かしていただくと、この左の方に、ちょっと青い線が出てきました。これは今電気が電子が溜まっていることを示しています。これが放電すると電子が負極から正極に徐々に流れていって、化学反応がそんな風に進む、こんなことを示しています。今度は充電するときは同じように、このプラス極から正極から負極に電子が流れる、これ1個ずつ、出たり入ったり、分子1個について電子が1個ずつ出たり入ったりします。次、で、全く新しい活物質を目指してというのは、これが私たちが今開発している活物質の話です。1個ずつじゃなくて、実は3つ4つまとめて動かしたらもっとたくさんの電子が使えるんじゃないかなというふうなことで、開発を進めています。今なんかこの水色の丸がさっき1個だったんですけど、はい、こう4つ、はい、そうです、4倍に増えました。はい、で、これ、さっきと同じような図を見てみますと、まず電子がさっきの4倍の電子数の電子が左側の負極のところにあります。これを放電させると、徐々に長い時間、さっきはすぐになくなったんですけど、長い時間かかって放電するので、その間携帯なんかを使おうと思えば長い時間使えることになる、こういうのがこの新しい活物質、まだこれから、製品化を目指しているんですけれども、そういった原理になっています。次お願いします。で、この私たちが進めている高エネルギー電池プロジェクトは、この多電子系電池っていう、1じゃなくてたくさん電子、たくさんの電子を使う電池というものを考えています。で、さっき見ていただいたように、同じ重さの電池だったら長持ちする、で、同じエネルギー、同じだけの量を使う、エネルギーを使おうとしたら、これまでよりもちょっと軽い電池で済むようになる。それから説明しませんでしたけれども、材料自体が安全なので、安全な電池になっているということです。はい。こんな感じで新しい電池を多電子系電池と呼んで、ここで開発されている、はい、ということですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。ちなみに今日その電池をご用意いただいたということなんですが、はい、どんな感じなんでしょうか。実はですね、これ携帯電話に入っているような電池を電池だけ取り出してくると、こんなようなものになります。で、これ中にはですね、どういったものが入っているかというと、さっき電池の中身にはプラス極とマイナス極がありますって、その四角で出しましたけど、実際の電池の中にはこんなようなですね、プラス極自体、これがマイナス極です。負極です。すごいものですか。
で、こちらが正極です、はい、正極の周りにセパレーターっていうそのフィルムが巻いてあります、うんうん、そしてこれ表と裏に、電極を塗装して塗装っていうかコーティングしています。で、それぞれ、対抗するようにプラスとマイナスがぴったり合うように、両面箔をこのぐるぐる巻いてこんな形にして電池にしています。これをこのフィルムの中に入れて、電極にします。これ後で実際に作ってるところを見ていただこうと思っています。はい、なんかぐるぐる巻きになっているんですね、はいはい、そして正極と負極がこうくっつかないように白いセパレーターというので、セパレーターあれちっちゃい穴の開いたフィルムです、うん、ありがとうございます。ちなみにちょっと今視聴者の方から質問が来ていて、一次電池二次電池ってなって次三次電池ってあるのみたいなことが来たんですけどまだちょっと聞いたことがないですけど、うん、そのうち出てくるかも分かりませんね。なるほど、もし次の新しい電池ができたら三次電池あるかも、はい、ということです。まだないです。まだない、はい、今は聞かない、はい、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっとここからはですね、電池の作り方について詳しく見ていきたいと思います。ぐるぐる巻きに、ね、なってたんですけど、実際どうやって作っているのかなっていうところですね。こんな風に4つの工程に、ね、分けて作れるそうですが、どういった流れになるんでしょうか。はい、まず電池の作り方ですけれども、その、実はですね、この活物質っていう電気をためるものを、これあの粉なんですね、うん、この粉をフィルムっていうか、この電極の上に薄く塗るっていうようなことを行います。でそのためにこの1番材料調整っていうところでは、さっきあのこの鉄のヘラの下からポタポタ落ちてる感じがありますが、このなんていうんですか、スラリーって言いますけど、インクのようなものをまず均一にきれいに作ります。で、このようにきれいに作ったインクを塗装機っていうもので、細い隙間からこのインクを鳴らして、薄い、電極箔、だいたい厚くても100ミクロンぐらい、それぐらいのものを塗っていきます。今のが1番、はい、2番そうですね、髪の毛よりもちょっと分厚いぐらいですかね、100ミクロンっていう、はい、はい、で、その後、まあ、いい感じに切ってですね、さっき言ってたようにプラス極とマイナス、正極と負極を重ねて、セパレーターを挟んで、組み立てます、うんうん、これがあの電池のざっくりとした作り方です、うん、ありがとうございます。で先ほどの電池ができていくという形ですね、はいはい、そうですね、ちょっと次にですね、まあ、1,2,3,4,4 つの工程に分けられるということだったんですけど、ここからはですね、もう少し詳しく作り方に、ね、迫っていきたいと思います、はい、次はですね、ちょっと事前に動画を撮影いただいたので、1番の材料調整と2番の塗装についてちょっと動画を、ね、使って説明をお願いしたいと思います、はい、では動画の方、はいはい、お願いします。まずですね、スラリーを作るためにそれぞれの材料を混ぜていきます。で電池の中には導電材とバインダーと、それから活物質っていう電気をためるものですね。導電材はなんか電気を通すもの、電気を通すものですね、黒いものですね、はいはい、バインダーはのりみたいな、のりみたいなものですね、はいで、まあ、それだけだとただの粉末になるので、こう水とかを入れて、いい感じにインクにします。黄色いのが電極活物質、そうです、これが電極活物質です、うん、この黄色いのが多電子反応をする活物質です、うんうんうん、先ほどの4つ溜めてるってやつですね、はい、で次に、はい、これが電池を研究する人たちはみんな大好きな泡取り蓮太郎という
機械です。私たちはこれを2台持っています。なんか面白い名前です。自転公転ミキサー、はい、そうです。自転と公転を一緒にできるんですかね、はいはいはい、で次にで、まあこれ、混ぜ方としてはいろんな混ぜ方があります。研究者によってもそれぞれ千差万別なんですが、我々はまずハイシェアミキサー、これだいたい2万回転ぐらいで回転させて、イメージとしてはまとまった粒子を完全にばらけさせるような、そんなイメージです。でちょっとバインダーを、2回に分けて加えています。私たちはで先ほどのホモミキサーとか、まあ、いろいろな高速回転するミキサーがあるんですが、まあ、最終的にはこのホモミキサーで10分程度混ぜて、ある程度このスラリーを落ち着かせた上で塗光を行う、まあ、塗光というか、脱泡、泡を抜いて、塗光をします。これは気泡を抜くっていうプロセスですね。アバトリレンタローってこういう名前だと思います。気泡を抜くような装置になっています。あ、泡がその気泡というか、そういうことですね。なんか空気が入ってるとまずいことがあるんですか？電極に塗った時にその空気が穴になって電極が濡れてないところができてしまうので、最後には必ず 泡を抜いた上で塗光します。さっきのこの膜状になった黒いものがプツプツしてるとまずい。はい、そうなんです。なので、まあ、こうぐるぐる混ぜたりいろんな方法を使ってこう混ぜるという感じですかね、はいはい、で今できましたね。正極スラリーというのは、さっき塗っていた黒い正極、はい、はい、そうです。まあ、こう私たちが持ってるのは本当に小さくて、まあ、卓上型のものなんですけれども、まあ、小さな細い隙間からさっき作ったスラリーをちょっとずつ出してですね、この見えてると思いますけれども、アルミ箔の上にちょっとずつ塗っていきます。ちょっと見えにくいかも。今塗光という作業に移ったわけですね。はい、そうです。はい、さっき作ったボタッと落ちるような、今ちょっと一瞬落ちましたけど、はい、こういうスラリーを、隙間に入れてですね、このアルミ箔の上に塗っていきます。ちょっとドロッとしたインクのような感じなんですね、はいはい、最初は。これはナイフロールコーターっていうのを使っていますが、私たちは量が少ないときはこのコーターで塗光して、もう少し大量に塗光するときは大コーターっていうのを持っていますので。大っていうのは大きいっていうカタカナですね。カタカナなんですね。はい、はい、大コーター、はい、これはナイフロールコーター。これはナイフロールコーターです。これ空気中で置いて塗光してるので、結構なんていうんですかね、スラリーがだんだんその蒸発してきてです、液が蒸発してきて多少変わるので、少量の時はこれでいいんですけれども、量が多くなるともうちょっと別のコーターを使っています。これは塗ったばかりなのでまだちょっとインクのような状態ということですかね。はい、乾燥、はい、90度って結構暑いですね。そうですね、なるべく早く本当はですね、青いところを通る間に全部乾燥しなきゃいけないんですけれども、うんうん、温度が低いと左から右にこう流れていく、はい、でその間に乾燥されるっていうことなんですかね、電池の工場なんかだと乾燥度がもう何十メートルもあるので、うん、もう1分間に何メートルもどんどん、うん、塗光できるんですけど、これは乾燥する間に乾燥させなきゃいけないので、ゆっくりしか塗光できないんですね。10分ぐらいすると右の方から出て、はい、なんかちょっと湿った感じではなくて、こっちは乾燥しています、うんうんうん、
これがまああの電池の正極として使われる。さっきは塗ったばっかりなので、今度は電極にする場合にはいい感じの大きさにカットしないといけないです。はい、なるほど。今は、まあ、特攻2番目の作業まで終わったという感じですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、材料を混ぜて塗ってというところまで来たんですけど、はい、ここからはですね、まあ、実際に、まあ、裁断をした後を組み立てていくという、ね、はい、作業を見に行って、見に行ってみたいと思います。はいはい、じゃあここからは、ね、ライブで研究室の中をご案内していきたいと思います。はいはい、ではよろしくお願いします。はい、研究室の中なんかをね、普段生活してて見る機会あまりない方も多いと思うので、ちょっといろんな道具があって新鮮かなと思うんですが、なんかこう白い箱がありますが、これは、はい、まず電池の組み立てのところで、組み立ての説明をしたいと思います。普通に使う電池って中にですね、ちょっとさっき省略しましたが、リチウムっていうのが重要な材料になっています。でこのリチウムを使うためには、水分のない空気、乾燥した空気の中、あるいは不活性ガスの中で行う必要があります。この装置はドライチャンバーって言います。湿度 0%、湿度0、カピカピっていう感じです。カピカピです、はい。お肌とかがあんまり良くないんですけれども、はい、露天でいうとマイナス70度以下、ものすごく低い温度のものを入れてもそこに曇らないぐらいの本当に湿度0のところです。その中でさっき作ったですね、電極を組み合わせて電池にしていきます。今進めていただいてもらってるのでちょっと見てください。今実際作業中です、ね。はい、さっき言ってたように両方に塗った、マイナスの電極とそれからプラスの電極の周りにセパレーターっていうちっちゃなミクロな穴の開いたフィルムを巻いたもの、これを2枚重ねてこうぐるぐると巻いていきます。これが、いろんな電池の巻き、作り方あるんですけども、こういうことをやることによって、小さな体積の中にたくさんの電極活物質、反応するものを組み込むことができます。多分皆さんの携帯の中に入っている電池の中身もこんな形でどんどん、巻いていって作ります。普通は工場だと機械で作るんですけれども、私たちはまあこれを全部手で作って実際に評価して使えるかどうかっていうのを確かめています。で巻き終わったものがこんな形です。でこれをこれはアルミラミネートフィルムっていいます。少し型取りしたアルミラミネートフィルムで、この中にさっき作ったものを収めて風刺っていうのをします。これはアイロンかけみたいなもんなんですけれども、実際にやってもらう高温でこのアルミラミネートフィルムの内側の樹脂を溶かしてしっかりくっつける。まずはこれタブって言います。電極に充電するための、電極リード端子なんですけれども、そこの部分を、誘着して、次に、残ったもう一つの辺を誘着します。で、このあと2つ誘着して、片っぽだけ空いてるので、この空いてるところから、電解液を入れます。電解液、実はちょっとさっき説明を飛ばしてしまったんですけど、はいはい、正極と負極の他にも電解液っていう材料も電池には必要なんですね。そうですね。はい、そうですね。はい。こういろいろ工夫を凝らした電解液ではあるんですけど、いろんな工夫がされている。はい。はい、いろいろ工夫を凝らしています。
これを中に入れます、はい、中に入れて、普通は結構なんていうんですかね、真空に引いたり戻したりいろんなことをやりながら、これ眼振って言いますけれども、そういうことをやりますが、今回はまあちょっと手でぷにょぷにょやるぐらいで、風刺しようと思います。で、できたものがこんな形で取り出せます。実際に風刺するともう外に取り出して、重放電子圏ができる、あるいは使うことができるというものです。私たちはこの実験室の、まあ、そんなに広くない部屋ですけれども、この中で、最初の電極からこうやって組み立て、それから測定までだいたい全部できるというふうな体制を整えています。ただし大量生産はできないです、手作りですね、はい、ありがとうございます。なんかやっと電池が完成したなという感じなんですが、はいはい、先ほどね少し重放電子圏というのがあったんですが、はいはいはい、それはどういったものなのか、はい、ちょっと最初にスライドで説明しましょうかね。はい、ですね、重放電子圏っていうのは電気をどれだけ貯められるかというふうなものですね。で、このちょっとグラフ見えますかね。横軸が経過時間です。時間どん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 経っていくときに、重放電子圏っていうのは一定の電流を徐々に与えていったときに電池の電圧がどれぐらいになるかなっていうのを示したものです。で、リチウムイオン電池、この図の青い電池っていうのは、ちょうどですね、1時間使えるぐらいの電流を流したときに電圧がどうなるか、この電池の中に入っているものが化学反応している間は電圧が変わらないんです。で、化学反応全部し終わると電圧がどんどん上がってしまう。だから、ふわっとこう上にちょんと上がったところまでが電池が充電できる限界です。そうなったら次は電池が放電できる、ちょっとずつ電子を流していくと反応するものがあるうちは減り方がなだらか、なくなるとストンと下がる。これが放電時間です。この電池は1時間しか使えなかった。ところが、はい、上っていくときに充電をして下っていくときに放電するんだけど、はいはいはい、下り坂の時間が1時間ってなると、はい、つまり使える時間は1時間、この青いリチウムイオン電池の方は1時間、はいはいはい、でこの赤い方は、重さあたりの電流を同じに実験したんですけれども、だいたい3倍から4倍かけて、充電して、放電する。つまりこれ3倍から4倍長く使える、こういう電池になります。でこんなような試験を行っているのが重放電子圏っていうものです。先ほどのその電子がこう溜まっていったり減っていったりっていう、水色の帯で見たんですけど、それが実際グラフになるとこういう感じです、はい、じゃあ実際その試験をしているところをちょっと見に行ってみましょうかね。これが私たち の本当に同じ実験室の中にある一つのコーナーみたいなんですが、はい、重放電子圏機になります。流せる電流によって、こちらが電流、少しの電流を流せるもので100チャンネル、100個同時に測定できる機械で、こっち上の方がちょっと大きめの電流を流して20個同時に測定できる機械です。でそれぞれ、パソコンがこの制御用についていて、この今測定中の電池がどんな特性かっていうのはここで、モニターすることができます。で、実際にサンプルはどこにあるのかというと、ちょっとこちらに来ていただいて、サンプルというのは電池のことです、ね。あ、そうですね、はい。作った電池。はい。さっきの時間に。ですね。こちらが重放電を行う時の高温層ですね。電池って、使う温度によってその性質がいろいろ変わるので、私たちはこの何種類かの高温層を使ってこの、その温度の時にどんな電池がどんな性質なのかということを調べています。
まあ、一番大きいのが25度、これがあの標準の温度なんですけども、25度で、ここに見えているのがあのさっき作った電池です。こんな電池を動かないようにこうクリップで挟んで、電圧をかけながら測定を行っています。まあ、この辺が測定しているもの、測定してないチャンネルもあります。これがあのそんな感じですね。ちなみになんで温度をいっぱい変えるんですかね。はい、電池ってやっぱりあの例えば冬の寒い時とか、夏の暑い時とかによって、使えたり使えなかったりするので、それをちゃんと知っとかないと、なんていうんですかね、冬山で、救助を呼ぼうとしたら使えなくなったっていうとちょっと辛いので、そういうことないようにちゃんと事前にあのその特性を評価 しておこうということです。はい、ありがとうございます。はい、なんか耐久試験をしてるみたいな、はい、そうですね、作った電池。今、はい、ちなみに何個ぐらい電池を測定されてるんですか。まあ、普段は半分ぐらいですね。120チャンネルあるんですけど、まああの60チャンネルぐらいはあの大体測定しています。あの多かったり少なかったりしますけれども。じゃあ60個さっきの 1,2,3,4 の工程を繰り返しては、はい、測定して繰り返しては測定してという感じなんですかね。あの一気に作る場合もある。電極の厚さをちょっとずつ変えて1回実験すると10個ぐらいサンプルができたりします。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと振り返りで、はい、まあ、4つの工程を、ね、おさらいしていきたいと思います。はい、4つの工程ね、今材料1,2,3,4っていう風に分かれているんですけれども、まずいろいろと材料を混ぜていきました。でその後ですね、塗こうといって塗っていきました。で最後にまあ適切な大きさに切って組み立てをしていくというところまでご覧いただきました。でまあ、ただ作っただけだと実際にこれ使えるかどうかっていうのは分からないので、試験をしてちゃんと使えるか、また温度にね耐えられるかというところも調べていくということでね、これらを全部手作業で手作りで行っているということです。あ、ちょっと早速ですね、あの質問が来ているんですけれども、何回くらい重放電を繰り返して試験するんですかという質問が来ています。はい、用途に応じます。私たちが今狙っている、後でちょっと話が出ると思いますけれども、ドローン用電池ですけど、うん、こちらですと、200回ぐらいが目標になります。200回、はい、200回ちゃんと持つように。これがあの携帯電話とかですと1000回ぐらい。あ、そうなんだ。電気自動車ですと8000回ぐらいっていうふうに言われています。私たちはちょっとその8000回は大変なのでまだやり始めていません。はい、ありがとうございます。はい、さっきほどねちょうどドローンという話が出たんですけれども、ちょっとここからですね、また元の場所に戻って、うん、じゃあ実際作った電池をまあ作るだけではなくていろんなところに、ね、応用していこうとされているということだったんですけれども、例えば、まあ、ドローンですとかどういったところに応用していこうとされているんでしょうか。まずあの私たちの高エネルギー電池って、重さの割に長い時間使えるっていう特徴があります。でこの特徴を一番活かせるような用途は何かなって考えたら、ドローンに乗せるっていうのがちょうどあの軽い電池の方がドローンは飛び上がりやすいので、ドローンに乗せるということを考えています。で今具体的に進めているのは、橋とかトンネルとかのインフラを検査するためのドローンの電池、これの開発を一生懸命進めています。どんな難しさがあるかっていうと、結構あの橋とかトンネルの検査をするのって足場を組んだりですね、クレーンを使ったり結構大変なんですね。人が手作業でやる。そうなんです、そうなんです。うん、で、これをあのそれじゃあドローンを使えば簡単かなと思うんですけれども、ただこれまでの電池を乗せるとドローンの飛行時間ってだいたい20分ぐらい。で、例えば橋まで
行ってですね、橋を検査しようと思っても、例えば行くときに5分かかるとしたら、まあ、帰りの5分と、それからゼロで帰ってくるわけいかないので、余力を5分残すとすると、今までの電池だと5分ぐらいしか向こうで検査できなかった。ここにスライドにあるように、そんな感じの課題があります。次お願いします。で、あともう一つですね、この結構何ですかね、危ないところとか人の頭の上とかで、こう飛ぼうとすると、ちょっとその今までの電池だとこのドローンに乗せた場合に衝撃を加わったりする可能性があるので、ちょっと発火するリスクも今まではちょっとありました。はい、次お願いします。あとですね、さっき言ったように1回に5分しか使えないとすると、長い橋を使おうと検査しようと思うと、たくさん電池を持っていって1回5分ぐらいずつどんどん取り替えて、検査しなきゃいけない。なかなか電池も高いので大変だなという問題がありました。次お願いします。で、これまでの電池のこういった問題点を、こう今までに比べてエネルギーが2倍のものを使えば、ちょっといきなりですけど、負極材料でシリコン、正極材料でオーガニックチオアンで、これが今までちょっと秘密にしていた活物質ですけれども、次お願いします。人から橋まで5分、人から橋から人まで5分、余力5分を除くとすると、今まで20分しか飛ばなかったものが40分飛ぶようになると、検査時間が25分になる。これはすごいですよっていうことで、今一生懸命開発して、実際に使おうとしています。はい、次お願いします。で、このドローンっていうのはまず、最初の使い方なんですけども、これがうまくいけば他にもいろいろなところに使えるんじゃないかなと思って、まず最初のドローンの応用をうまくするっていうのが今の課題になっています。はい、ありがとうございます。まあ、5分だったのが25分になったら、なんかたくさん検査できそうだなっていうのはなんとなく想像できたんですけど、はい、まあ、それも長持ちするとか、あと軽いからっていうね、理由があったのかなと思います。で、最後にね、おっしゃっていただいたように、いろんなところで使っていきたいなということがあるそうなんですが、まだね、ちょっとどんなところで使っていいか具体案がなかなか見つかっていない状況だと伺いまして、皆さんからもね、ぜひどこで使ったらいいかのアイデアをね、募集したいなというね、思いもあるということで、今日ですね、どんなところで使ったらいいかっていうのをね、思いついた方は、ぜひこんな場所でとか、こんなシチュエーションで使ったらいいんじゃないかっていうのをチャット欄にですね、ぜひたくさん書き込んでいただきたいなと思います。こちら後でね、佐藤先生にもお伝えしたいなと思います。はい、で、まあ、とはいえ急にどこで使ったらいいかなって言われてもなかなか難しいと思うので、今日はですね、早速ハイブリッド車っていうね、チャットいただきましたけど、今日はですね、まずですね、今皆さん電池に例えばどんな不満があるんだろうなっていうところをね、聞いてみたいなと思います。ちょっとここでですね、投票を使っていきたいと思います。はい、出ましたでしょうかね。皆さん、今の電池のどんなところが物足りないですかということで、選択肢をね、6つ用意しています。これ何個も回答可能なので、自分がそうだなと思うところにチェックを入れて投票をしてみてください。すいませんが、もしかしたらブラウザからお使いの方、投票出ない場合ございます。申し訳ございません。はい、どうですかね、皆さんどのくらい今集まってるでしょうかね。電池が切れるのが早い、重い、大きい、ゴミ出しが大変、切れる時間がだんだん早くなる、使っていると熱くなる、また今の電池で十分という選択肢もありますので、まあ、ちょっと自分の気になるところにチェックをしてみてください。はい、投票を
どのぐらい進んでいるでしょうかね。もし投票ある程度進んでいるようでしたら共有の方をお願いいたします。はい、結果出ました。皆さんありがとうございます。ちょっとね接戦だったんですけど、まず電池が切れるのが早いというのが一応一番不満を抱えているところで、携帯とかねパソコンとか私も電源切れたってことよくあります。あと暑くなるっていうのもね多かったですね。はい、あと切れる時間がだんだん早くなる。携帯ずっと使ってるとフル充電したのにちょっとずつ早くなっちゃうっていうところが、まあ大きな不満としてはありますね。あとまあ、はい、1名今の電池でもいいよという方もいらっしゃいました。はい、ということで皆さんいろいろ不満を抱えているので、まあ、例えばこの切れるのが早くなるなんていうのは佐藤先生の電池で解決できますかね。はい、ということで引き続きですね、はい、どんなところに使っていいかという、ね、アイデアを募集しております。今集まっているのがハイブリッド車と火災現場で救助をする際のパワードスーツなんていう意見もありました。はい、ぜひ皆さんどしどし、ね、アイデアをくださいということで、まあ、こちら考えていただいている間にですね、まあ、Q&A とあとアイデア引き続きぜひ書き込みお願いします。でせっかく少し時間ございますので、まあ、ささっとではございますが、研究室のね今日紹介しきれていないところをね順番に紹介していきたいと思います。はい、皆さんアイディアコメントの方をお待ちしております。じゃあちょっと行ってみましょうかね。はい、ちょっと時間も結構迫っているので、はい、まあ、さらっと、はい、紹介していただければと思います。はい、最初はこれちょっと気になってたんですけど、まず、はい、ちょっとミキサーか、電池を作るときにですね一番気になるところ工夫するところがスラリーを作るところなんですね。で私たちはどんなスラリーでも作れるようにだいたいざっとですね4種類のミキサー、これさっきちょっと説明しました何万回転も回転するようなやつから静かに1000回転2000回転まで回転するもの、自転後転、それからさらには数万回転で壁にどんどん押し付けるようなこの一番端のタイプのミキサー、こういったものまで4種類、これをいろいろ組み合わせてスラリーを作ります。ここがその先ほどのスラリーをこう、はい、混ぜている場所、はい、という感じです。非常に狭い場所なんですけども、ここでまあ大体のことができます。はい、ありがとうございます。はい、あとはちょっと奥に行ってみましょうかね。はい、皆さんもねぜひなんかこれ気になるんだけどみたいなのがあれば教えてください。向こうにあるのが全部後ろ向いてますけれども、まあ、秘密の材料ですね。これ、はいはい、いろんな材料をですね使って、まあ、世界中から集めたあるいは自分たちで作ったりしたようないろんな材料を使って、電池を作っています。なんかオレンジ色のがさっきのやつです。はいはい、あとは奥になんかすごい粒々のものが見えましたけど、はいはい、これがですね電子顕微鏡です。操作型電子顕微鏡って言います。これ今見えてるのが3000倍ぐらいに倍、拡大した電極の表面です。私たちはこの電極をさっき言ってたようにパッと作って、作り終わったらすぐにこれこの装置は5分ぐらいで像が出てきます。5分ぐらいでこの像を見て、あうまくいってるなとかちょっと足りないなみたいなことを確認しながら新しい電極を作っています。作ったらすぐここで確認できるという感じですかね。はい、はいはい、ありがとうございます。あとはまあ奥に行くと先ほどのものがなんかボンベとかがあったりですね。あとどうしてもこれはちょっと見せたいということで、この青いものを、まあ、これさっきビデオの中にもありましたけれども、はい、これが塗装機ですね。うん、
これでスラリー、はい、これでスラリーを電極に、まあ、均一に塗ってですね、これを使って電池を組み立てるということです。この距離が短いのでそんなに量産はできないんですけれども、手作業で、まあ、1日数個何個かでしたら普通に、できます。まあ、手で作るのでばらつきは大きいんですけれども、まあ、研究開発には十分使えるというふうなものです。はい、ありがとうございます。そうこうしているうちにですね、はい、いろんな応用先についてのちょっとコメントが集まっておりますので、ちょっと一旦元の場所に戻ってですね、応用先について説明をしていきたいと思います。スライドを共有お願いします。はい、こんな感じでね、先ほども図が出ていて、高エネルギー電池の活用が広がるよっていう、ね、お話あったんですけれども、実はですね、はい、皆さんからもたくさんコメントをいただいております。はい、すごい、やはり皆さんアイデアが豊富ですね何か気になるものがあれば後で、はい、お知らせしていきたいんですけど、例えばアイデアで出ているものとしてはゲーム、iPad、はい、飛行機、はい、どうですか、飛行機とかって。飛行機いいですね。あ、いいですか。いいですね。重機、ロケットの燃料側、ロケットはちょっと燃やすのでちょっとあれですね、はい、あとハンディタイプの扇風機、あ、それいいですね、最近ってますよね、いいですね。電動自転車、はい、いいと思います。あとは、まあ、ノート型パソコン、うん、テレビ、リモコン、はいはい、あと Wi-Fi の機械、あ、旅行の時、はいはい、なんか全部軽くて長持ちしたらすごい良さそうなものいっぱい集まってます、はい、電気自動車、はいはい、ありがとうございます。ぜひね、思いついたらまた後でもお届けできるので、はいはい、書き込んでいただきたいと思います。ではですね、はい、ちょっと時間も迫ってきてしまったんですが、 Q&A にね、たくさん書き込んでいただいたので、ちょっとこちらの方に答えていきたいと思います。はい、ちょっとね、事前に応募していただいた際にもたくさんありますので、少し時間の許す限り答えていきたいと思います。はい、少しね、時間延長してしまうかもしれませんが、もし3時になって ご予定などあられる方は返していただいても構いません。はい、じゃあですね、まずちょっと質問、視聴者からで、途中のスライドでですね、仮想度、アノードって出てたと思うんですけど、はい、これ何ですかっていう質問が来ています。はい、ですね、答え方難しい、いい質問です、本当に。そうなんですね。陽極、正極と負極と陽極と陰極っていうのが日本語であるんですけど、はい、これって電池の技術者でも結構間違いやすいんですね。アノードっていうのは陽極、仮想度っていうのは、あ、すいません、いきなりの質問で混乱してますが、はい、使う時の電極のプラスとマイナスと、それからあれでちょっと違うんですけれども、定義が結構曖昧、はいはいはい、曖昧というか曖昧っていうかちゃんとしてます。あ、仮想度は正極で、陰極、アノードは負極で、負極で、負極で陽極か、はい、アノーディックなんとか、ね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと、ね、ここで答えるには非常に混乱あ、なるほど、いい質問だったという感じか、はい、いい質問でした。先生を混乱させてしまいます、はい、突然です。はい、あとですね、電解液、先ほどなんか水みたいだけど、うん、結構秘密があるんだよ、うん、あれはどのようなものが入っていますか、はい、とあったんですが、まあ、もし答えられるものがあれば、はい、今の電池は一つの物質じゃなくていくつかの物質を組み合わせて、ちょうどいいような感じに使っています。まず安定性を出せるもの、それから染み込みを良くするもの、
それからさらに安全性を確保するもの。で、こんなようなものがいっぱい入っています。で、なんていうんですかね。各電池会社によっても、その、まあ、私たちのもそうなんですけども、そういったようなものをいろいろ組み合わせて、さらにそれを変えながらですね、どんどん良くしながら進めています。じゃあ、まあ、あれで決定ということではなくて、はい、いろんな種類を試していく、はい、って感じですね。ありがとうございます。あと、ここで、まあ、作られた電池は燃えないんですかっていう、先ほど安全性の話もありました。はいはい、燃えないですかっていう質問が非常に燃えにくいです。電池の場合燃える燃えないっていうのは2つの問題があって、火をつけて燃えるものと、それから何かあった時に自分で勝手に燃えるものと2つあります。これまでの電池って、場合によっては非常に危ない状態になる、その温度が上がって、ガスが出て、それが燃えてっていうふうなものがありますけれども、この電池はそういったものはありません。ただ材料によっては炎の中に入れると燃えるようなものもちょっと入っているので、そういった場合には燃えるかなっていう感じです。高温になっても、まあ、自ら燃えることはない。自らは燃えないです。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。と続々質問をいただいているんですが、もしねお答え今日できない場合に関しても何かしらの方法で、うん、後でお返事していきたいなと思っています。はい、でですね、少しですね、あと事前にいただいていた質問の中からも数件、ね、伺っていきたいなと思います。ちょっと今までですね、技術的なお話も多かったんですけれども、まあ、研究者ご自身のお話もちょっと聞きたいという質問も多くありました。はい、まずですね、研究者になろうと思ったのは何でですかという質問がありました。ですね、これも非常に難しい問題ですけれども、はい、研究開発は面白いんですよ。面白い。まあ、一番最初に研究開発を始めたんですけれども、非常に面白い。いろんなことをやりました。例えばセメントの分散材からコンデンサーの材料からデバイス開発、最後は電池。最初から電池をされていたわけではないんですね。はい、はい、なんていうんですかね、これ語ればいっぱいあるんですけれども、いろいろな現象をですね、人によっては運のいい人はいきなり正解を出したり、そうじゃなければ人によってはどん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 細かく細かく分析して積み上げて成果を出したり、これが人によって違うし、運が良かったり運が悪かったり、あるいは人と人との組み合わせとかで全部成果が違うんですね。で、これ明日何が起こるかわからない、もしかしたら素晴らしい結果が出るかもわからない、こんなワクワクの中で仕事ができるっていうのはすごく楽しいことなので、ずっと続けています。じゃあ毎朝来るの結構楽しみだったりするんですか？電池の場合はそれがあります。金曜日の夜に重放電子検機に仕掛けて月曜の朝が楽しみ。じゃあその先ほどのグラフでなんか長いものが出ていたり、たくさん充電できてたとかだと月曜日ハッピーって感じなんですか？大体ががっかりすることが多いんですけど、たまに素晴らしい結果が出てきて、そういう時は本当に楽しいですね。ありがとうございます。面白そうですねっていうコメントもいただきます。はい、あとまあ少し似ているかもしれないんですが、はい、じゃあ実際にこう開発をしているときにこうブレイクスルーのきっかけになったなることとか、まあ、その成果を出すための考え方とかあれば教えてくださいという質問がありました。ちょっと、私が言うのもおこがましいんですけれども、開発、研究開発の方法っていうのはやっぱり人にもよるんですけれども、分解、複雑な現象をどん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 分解していって、分かるようなところまで分解していって、そして、分かったと、この分かったものを組み合わせていいものを作るっていうのが普通の方法だと思うので、
ずっとそれでやってきました。この電池も同じです。分子の化学反応まで分解してそれを再構成して高エネルギー電池をができるはずだ、そういうことで今進めています。まだ、本当のブレイクスルーはこれからですけれども、そのきっかけはもうできたと思っています。確かに今日なんかこう最初目に見えるこう電池についてのお話をすると思いきや途中から電子とか出てきて目に見えないんじゃないかみたいなすごいちっちゃいところまで分解しているというかね、細かいところまでを、はい、ちゃんと理解して分かっているからこそこう最後に言った道路の応用ができたりとか、いろんなところにつながっていくのかなという気がしています。はい、でしかもあれですよね、そのまだこうブレイクスルー途中だっていうのでそこに皆さんの意見がこうぜひあれば、先ほどいろんなところに、ね、こう使えるといいんじゃないかって続々とアイディアいただいてましたけど、そういったブレイクスルーのきっかけになったりすることもね、あるんですか。そうですね、はい、じゃあちょっとお時間も迫ってまいりましたので最後にですね、私からちょっと質問を用意させていただきましたはい、はい、じゃあこちらで佐藤先生からコメントをいただいて、じゃあ佐藤先生にとって電池って何なんでしょう。はい、さっきちらっと見えてたんですけれども、はい、ロマンですねこれで、私たちの生活が変わる。世界中でですね、本当によく分かりませんけど何千人の技術者が、日本だけじゃなくてもうアジア、ヨーロッパ、アメリカ、たくさんの技術者が本気で研究開発をしています。で、私たちもぜひそういう人たちにハッとさせるような成果を出してですね、この、私たちの生活を変えていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。ロマンって言っても実現しそうなロマンということでお願いします。結構こう生活を変えるっていうのは、今やっぱり電池たくさんいろんなとこに使われているのでなんとなく実感を持てるかなとも思うんですけど、実際にこう開発する電池によってはすごく大きく私たちに変化をもたらすかもしれないということですので、はい、ありがとうございます。ぜひ今日ですね、最後まで70名の方が実はご視聴いただいておりますので、皆さんに向けても何かメッセージがあれば最後にお願いいたします。はい、今日はご覧いただきましてありがとうございます。私たちはまだこれからの、開発完了してですね、絶対大丈夫だというわけではないので、皆さんの協力をこれから必要にすることもあると思います。ぜひ応援していただければと思います。それからあと、そうですね、最初に言いたいなと思っていたメッセージはぜひ若い方、この理系というかですね、この技術開発をぜひ目指してほしいなと思います。途中で一言言いましたけれども、研究開発非常に面白いです。大変ですけど非常に面白いです。ぜひ皆さん日本のこの科学技術を発展させる、世界でもいいですけれども、そういったようなことをずっと目指していただきたいなと思っています。ありがとうございました。はい、佐藤先生ありがとうございました。じゃあね、ご視聴いただいた皆様、またコメントたくさんいただいた皆様も、はい、ありがとうございました。少しね、時間も過ぎてしまいましたので、こちらで本日のおうちでラボツアーは終了していきたいと思います。最後にですね、皆様にぜひ今日のご感想などアンケートにご記入いただけますと嬉しいです。今ですね、チャットの方にリンクを貼っておりますので、こちらクリックしていただいて、ぜひね、今日の感想や、あとまだまだ伝えきれなかったことなどあればコメントいただけますと幸いです。またですね、こちらズーム最後、終了しましたら自動的にアンケート画面に飛ぶようになっておりますので、そちらからもアクセスいただけます。はい。
ということで今日は1時間という時間でしたけれども、未来の電池を作る人佐藤先生ということで、はい、おうちでラボツアーご覧いただきありがとうございました。こちらで失礼したいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。